どうもこんにちは、くまとです。今日も英語についてお話をしていきたいと思います。今日もあるフレーズについてお話をしていきたいと思うんですけれども、今日紹介するのがこちらのフレーズになります。日本語で言うとお先にどうぞですね。こちら英語で言うとどういうように表現できるのかというと、 After you ということができます。これは単純に考えていただいて、 After 何々の後、そして You なのであなたの後でいいですよということなので、つまり、お先にどうぞという意味になります。こちらどういう時に使うかというと、このような場面になります。日本語と同じように、例えばエレベーターに乗っていて誰かが降りられる時で、自分がボタンの近くにいる時にはボタンを押してあげて After you と言ってあげると、すごい親切な表現になると思います。こういう親切な言葉を知ってると、すごい話のきっかけになるのじゃないのかなと思います。例えば自分の前に誰かがいて After you と伝えてあげると、あ、君英語喋れるんだねっていうような会話になるかもしれません。なのでこういう言葉っていうのを知っておくといいと思います。それでは今日はこのお先にどうぞ After youっていうフレーズについてお話をさせていただきました。もしこの動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。また次回も、使えるフレーズだったり更新していくのでよろしくお願いします。それじゃあまたねー。